平山城は、鹿児島県愛良市に存在していた、日本の城である。平安城、調査本城、内城とも呼ばれる。平山城市1282年頃、京都の岩清水、八幡宮から下校した、前方寺法院、両清が築城したと言われている。前方寺、両清は、岩清水、八幡宮の士官の一族であったが、当時、岩清水、 ヤワタグーと関係が深かった、大隅忠八万宮領の調査協兵三村の両家職として、岩清水、ヤワタグーの神事を報じ、一家眷属、僧侶、一社、大工、ソメシ、ド等八百873人を率い、船で調査松原八万高校に到着した。さらに別府川を遡り、聖戦が湧き出している折橋山山城をシ地に定め、 鍋倉八幡神社を創建した。大隅氏八幡宮に対して新たに誕生した八幡ということで神聖八幡宮と称した。両清は八幡の脇に平安山八竜寺増長院を別当寺として建立した。さらに神社の西に平山城を築き地名から平山市を名乗った。木内は十四の角からなっており、堅固な山城であった。 上中鎮護を記念するため、八幡、伊勢、織橋、鴨野、かが、日吉、諏訪、天神、祇園、稲荷の初心を城内に祭り、仏寺として、阿弥陀寺、観音寺、西福寺を建立した。他に、熊野三所権源を勘定して、平山権源と呼んだ。平山氏は、調査後各地に出城を築き、地族を廃止調査号を支配した。 大隅国の守護であった島津氏と平山氏は養子縁組を行っており、当初は行動を共にしていたが、次第に対立するようになり、京都九年間に島津氏、第9代、島津忠国の弟、島津末久が平山氏、第9代、平山武豊を打って調査後を領有した。敗れた平山氏は、伊ブスへ、一族は、鹿児島の竹村へ移された。 末久は、別府側の対岸に、宇流の城を築いて、居城とし、平山城には、次男の忠康を廃し、平山市の名跡を継承させた。また、末久の三男の万久佐市は、隣里の梶木氏市の養子とし、末久の遺勢は近隣に及んだ。1495年、島津市は、川上忠直に、調査郷、別川村を与え、忠直は、別川市を称した。 同年、加じ木領主加じ木久平が、島津市に背き、平山城の南城を攻め取った。その時、ベカはただなおは、高尾城を固守した。島津忠政は、加じ木久平を攻め立て、久平は敗退した。忠政は、ただなおの功績を称し、調査児頭に任じた。1526年、出水領主島津種久が、島津市に反し、ただなおはこれに組みし、 調査号に、新城を築くとともに、平山城にこもった。島津忠義は、島津勝久の命により、新城及び、平山城を攻め、島津寂久の配下である、島津悪及び、忠直を討ち取った。そして、島津正久を地頭とし、鹿児島へ戻った。しかし、正久は、カジキ領主、伊地知茂沙だと測って、島津氏に背いたので、中領は、カジキを攻め、 重貞を撃ち、平山城の正久も撃った。そして、伊地知和時をじととし、おもたつは、新城へ入った。1529年、島津氏と対立する、有力黒人であったけどういん十部が、おもたつを撃ち、十部けどういんよと、親子二代にわたり、調査を了したが、1555年、島津高たは吉江を攻めこれをけどういへ敗走させ、 鎌田青年を地頭とした。城市には、神聖や渡宮が鎮座しており、その斜塔には、初代城主、平山良清が植えたという樹齢700年を超える大井町が現存し、姉ら市の天然記念物に指定されている。神社の前方の南城市付近は、桜公園として整備されている。城の遺構としては、クルワ、空堀、土塁等が現存している。大井町。 ありがとうございます。